おはようございます、一ノ瀬はじめです。今日の朝食は名古屋で結構有名なんだけど、だと思ってんだけど、ジョアンっていうねパン屋さんのクロワッサン。右側が普通のノーマルのクロワッサンで、こう左側がねチョコ味のクロワッサン。どっちにしてもちょっと甘めなんだけど、これで今日は朝食いただきたいと思います。で、飲み物はジョア。これで1日分のビタミン取りたいと思います。これプレーン以外のチョコ久しぶりに食べたけど、やっぱ中にこのしっかり形があるチョコが入ってて美味しいね。やばいね。うん、はい、今日もねいつもの橋のところにやってきました。今日は暖かいね。今外気温13度ある。窓今閉め切って走ってますが、相当暑いよこれ。上着脱ぎたいぐらい。車の中はね本当に太陽が本当に差し込んできてあったかい。暖房いらない感じでね。で、今日はねいつも通り iPhone を使って無線マイクでね撮影しております。もうねモノラルからステレオに変更する技をね習得しましたんで、これもうめっちゃ便利ですよ。ただこのブラブラするのだけがね気になるんで、もうちょっとシュピゲンのこのなんていうのケース、 iPhone ケースがね使えなくなってきちゃうんだけど、そこが困ったところですよね。で、今日は襟元じゃなくて胸ポケットね、上着の胸ポケットにマイクを装着して喋っております。でね、ボリュームはね一応上げたんだけど、こう上げたかどうかがねちょっとモニタリング用のねイヤホン持ってくるのを忘れまして、てか家でやっとけって話なんだけど、忘れてしまいまして、マイクの音量どんなもんなのかねちょっとまた行き当たりばったりで撮ってね見ないと分かんないっていうところで申し訳ないんですが、まあでもこの装備本当にいいんじゃないかな。誰かとねこう喋るわけじゃなくて Vlog やってって自分でねこう喋ってる音声がしっかり入ってればそれでいいっていうスタイルであれば、iPhone からこう離れようがなんだろうが全く関係ない状況でね撮影できるし、で最近の iPhone であればね無線充電ができるので、なんていうのバッテリーの心配をしなくていいっていうかね、ずっとこうライトニングケーブルにつないでやっていかなきゃいけないっていうこともないし、バッテリーのね持ちもね iPhone 自体が結構いいですし、長回しするにあたっても無線充電ができるんで、無線充電器をこう背面にねピタッと貼っつけとけばね、特に iPhone12 であればマグセーフが使えるんでね、そっちで貼り付けておけばね。でもマグセーフ使うんだったらあれか、カバーいらないもんね。ということはブラブラするのもね、まあただマグセーフは本当にどうなんだろうね、ちゃんと使えるのかな。地位充電だったらねこの今つけてるシュピゲンのケースだったらね全く問題なく使えるんで、マグセーフと地位充電とどれぐらいチー充電はマグネットでくっつかないんで、マグセーフみたいにこうバチッとくっつくことは少ないんですけど、置いてあれば充電するし、なんだったら先日買ったねウランジさんのこう iPhone というか、スマホクリップ自体にこう無線充電器がついてるものであれば、別に今のシュピゲンのこのiPhone ケースでつけたままでもいけるので、
使い勝手はいいよね。これだけ画質も良くてね、こんだけこう手ぶれも優秀で、ほとんどこの僕の、はい、ちょっと車じゃないわ、電話かかってきちゃって、今電話終わってね、また撮影し直しておりますが、こういうね、左右確認しなきゃいけない時でも、胸元だとどうなんだろうね、今のちゃんと撮れてんのかな。何喋ってったっけな、無線じゃないわ、電話がかかってきて要件喋ってたら、さっき話してた内容で、隣のおばちゃんこれ絶対入れてくれねえな、譲り合いの精神はどこ行ったんだ、ありがとう入れてくれた。何喋ってたっけな、あ、そうそうそう、マグセーフが使えるかどうか、買う気もさらさらないから使えるかどうかも分かんないんだけど、どうなんでしょうね。おお、ピーピーなっちゃった。なんか急に減速されたね。やっぱ考え事してると危ねえな。まあとりあえずこの、ね、iPhone でこの無線マイク装備してやるんであれば、そう、あ、そうだ、思い出した、手ぶれの話だね。手ぶれはね、有効にしてあって iPhone 側で、で、なんだっけ、ダヴィンチで手ぶれ補正はね一切かけておりませんので、相当優秀じゃない。結構道路的にもね、まあドリキンさんのサンフランシスコほどはあのガタガタ跳ねませんが、ていうか今日めちゃめちゃ道混んでるな、跳ねませんが、それでもねそれなりにはこう跳ねるので、ちょっと失礼して右側行こうか、もうすぐ昼になっちゃうからね、それまでにお客さんとこ着かなきゃいけないから。なんだこれは、渋滞してんだ。まあいいや、あれぐらいね優秀な手ぶれであれば結構いけるんじゃない。 Vlog iPhone 一つあれば本当にいけてしまう。で先日ね、車中泊系って言ったらいいのか、アウトドア系って言ったらいいのか分かりませんが、 YouTube 上げているランタイムさんっていうね方がやってましたけど、あの三脚をねこう胸元に入れて服で固定するというね技を使ってましたが、あれやればね本当に簡易的な三脚持ってて、服で特に冬場なんかねこう上着で固定、がっちり固定してしまえば、手ぶらでこう 歩いてるところもね撮ってたので、あれは結構すげえなと思いましたね。ただあの異様なスタイルをやってて周りからの目線にね耐えられるのかっていうところが一番のネックなところですけど、うん、そこがねやっぱり結構日本人には辛いメンタルの部分ですね。まあちょっとそれではね、渋滞なかなか抜けないんで、ぶつかるとねまずいんで、ちょっとここら辺で一旦終わります。はい、お昼になりました。本日はなんかメイロンっていうのも呼ぶのかな、これメイロンとコラボしたセブンイレブンの担々麺いただきたいと思います。はい、完成。ごまの香りがすごいね。今ちょっと箸についたスープ舐めてみたけど、辛さも結構ありますね。それではいただきます。はい、夕方だいぶ明るくなったね。前は5時回ったら本当にね全然ダメだったけど、というわけでね今日は午前中の運転しながら撮った動画はマイクをね、ワイヤレスマイクをつけた状態で撮影してましたが、今現在はなんていうのかな、純正内蔵マイク
これでね、音を取っております。いかがでしょうか。ちょっと比較のためにね、仕事終わった帰りに今撮影しておりますが、渋滞の中でね、もう本当にちょっと前までは真っ暗だったけど、まだ明るいもんね。iPhone だから明るいんじゃなくて、まだ視覚的にも十分明るい時間というか太陽の位置になってます。というわけでね、ここからね、今日は一日暖かかったですが、これ曲がれねえな。暖かかったですが、この時間やっぱりちょっと傾いてくるとね、ちょっと日が傾いてくるとね、ちょっと寒くはなってきますが、まあ、こんなところでね、今日は仕事終わって帰りたいと思います。はい、家に帰ってまいりました。ちょっとお土産もらって、たこ焼き3つの土手1つ、それではご飯前にちょろっといただきたいと思います。いただきます。はい、晩ご飯出来上がりました。今日は母ちゃん手作り麻婆豆腐でございます。なんでちょっとね、マジでいつもと色が違うね。そう、なんていうかわかんない。ありがとう。それではいただきます。はい、それではいただきたいと思います。マジで色がいつもより全然薄い。いただきます。うん、これほどね、ピーナッツバターを食べてる。辛みがほぼないね。まあ、ちょっとそう、その上がちょっとね、うん、And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.